明日からセント・テレサ女学院に通うことになっちゃった。なんで、どうしてこんなことになっちゃったんだろう。美里先生は私ならきっとやれると言ってくれたけど、絶対無理だ。でも、もしも私がセント・テレサ女学院で頑張ることができたら、友達できるかな。ごきげんようという挨拶で私のぼっち心は最初から爆発寸前。ところが、なんとそこに BB 団の団長さんが登場。 BB 団の絆はどんな場所だろうと離れることはないんですね。そしてあの人と一緒にやってきたセント・テレサ女学院仲良し部の皆さんとお知り合いに。なんだかとても個性的な方々で、仲良くなれるか心配。やっちゃった。自己紹介というぼっちの前に立ちふさがる巨大な壁。何度もイメージトレーニングしたのに、ものの見事に玉砕しちゃった。クラスメートのみんなの目がこっちを向いた瞬間、頭の中は真っ白。またわけのわからないことを口にしちゃった。みんなは楽しそうに笑ってくれたけど、これから先が不安。ユニさんはとっても頭がいい人みたい。なんだか難しい言葉をよく使ってるんだけど、理解できない単語があったりするし、これからは辞書を持ち歩こうかな。象牙の塔っていう場所でいつも研究をしてて、普段はそこからほとんど出ないらしく、私と同じぼっちの匂いがします。ぼっちはぼっちを呼ぶと誰が言ったのか知らないけど、もしかしたら同じ宿命を持つ者同士仲良くなれるかも。クロエさんは私と同じエルフなんだけど、雰囲気が少し独特な人。もしかしたら同じエルフ同士で仲良くなれるかもと思ったりもしたんだけど、そもそも話しかけられない。あの人が言うには世話焼きで優しいらしいんだけど。そういえばあのプーっていうため息、とても言えないけど、なんか可愛いなと思っちゃった。ジエルさんはリア充、間違いない。可愛らしくて友達いっぱい、私のようなぼっちとは対極の人。見つめるだけで目が焼かれちゃいそう。面と向かい合ってお話なんてしようものなら、私のぼっちハートはひび割れ、粉々に砕け散ること間違いなし。あのチェルーンっていう挨拶、私が口にするとその場で気絶して天に召されちゃうんじゃないかな。今日は何から何まで
ユニさんのお世話になっちゃった。クロエさんやチエルさんにからかわれている時とは全然違う知的で頼りになる姿をたくさん見た。テキパキと指示する姿はギルドマスターであるという貫禄たっぷり。ユニさんだったらきっとユニちゃんズの名前を世界中に広めることができると思う。あれ？こんなギルド名だったっけ？初めて会った時は怖くて話しかけることさえもできなかったクロエさんだけど、本当はとても優しくて、こんな私のことを気にかけてくれてることが伝わった。クロエさんのおかげで少しだけだけどクラスに受け入れてもらえた。クロエさんにはご家族がたくさんいるみたい。確かに今日のクロエさんは思わずお姉ちゃんと呼んじゃいそうだった。この挨拶を言えるようになれば、私もチエルさんみたいな明るくて友達もたくさんいる私の理想の女性になれるのかな。でもこの挨拶はまだ私には早いので、今日は書き取りだけしておこう。チェルーン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 。忘れてた忘れてた忘れてた、どうしよう。特別講座、エルフの森から持ってきたマンドラゴラも逃げちゃったし、何の準備もしてないよ。エルフの森が私を呼んでる気が、いやダメダメ、ミサト先生の期待を裏切るわけには。でも本当にどうしよう。こうなったらぼっちライフをどう生き抜くかをまとめて発表してみようかな。特別講座終了。結果は成功だと思う。それもこれも全ては手伝ってくれたあの人、そして仲良し部の皆さんのおかげだ。講座が終わった後、たくさんの人に囲まれて怖かったけど、でも私いつもみたいに逃げたりしなかった。私も少しだけ、ほんのちょっとだけだけど成長できたのかな。セントテレサ女学院に何の違和感もなく溶け込めるなんて、あの人はやっぱりすごい。廊下を歩いてる時、他の生徒はあの人を見て驚いた顔をするんだけど、あの人はにこやかに挨拶するんです。そこでキャーと言われても涼しい顔で手を振り返す。挨拶さえもできない私とは大違い。早く私もあんな風になりたいな。私が持ってきたマンドラゴラが大変なことに。
だけど、あの人と仲良し部の皆さんが力を貸してくれたおかげで、大きな被害が出る前に食い止めることができた。皆さんは下心があったなんて言ってたけど、そんなことは関係ないと思う。こうして一緒に戦うことができて、私は嬉しかった。なんだか仲間になれたみたいで。今日はセントテレサ女学院に通う最終日だった。最初に美里先生からお願いされた時は絶対無理だと思ってた。だけど今は名残惜しくて、こうして日記を書いている。目を閉じると、あの人や仲良し部の皆さん、親切にしてくれたクラスメートのみんなのことが思い浮かんでくる。セントテレサ女学院の皆さん、本当にありがとうございました。